羽田着きましたね。ここ風呂高の湯さん、いや最高でした。出るの湯さん、天然温泉ヌーランド、ピットするにはでかすぎるとか。ここです、中延記念いや浸水めっちゃいい感じやこの宮造りと、ね、ガオちゃんの西成チャンネル、初めて来ました大塚という駅でございます。ここから都電に乗って荒川遊園地まで行きたいと思います。そちらにちょっと千代の湯さんというところがあるので、そちらに行って今日最後の魚の仕上げ、まあ濡れまくったんで魚と呼んでくるんですけども、今日もね何件も銭湯行くことのことを僕は魚と言ってます。魚ぐらい濡れるという意味で、でこのね都電に乗ってちょっと揺られながら荒川区の方にまで行きたいと思います。ゴジラのようにね南から北上しておりますので、まあ最初まだ東京駅に戻るんですけども、だいぶふやけできました。はい、魚鱗がもう生えてくるんちゃうか、まあまあ行きたいと思います。ということで、いよいよわけわからんとこ来ましたね。荒川遊園地前というとこまで来ましたけども、ちょっと寒くなってきましたね、暗くなってきましたね。向かいたいと思います。シャンプーセット持ち歩いてるおじいちゃんがいてたんで近いと思います。この辺のねどこかにあるはずなんですよ。もうここどこやねんっていうぐらい今自分がどこにいるかわからないんですけども、今日のラストの濡れになりそうです。明日は時間そんなないかと思うんで、こんなに濡れれないんで、こっちちゃうかな。あったあった、ありました、ここだと思います。かわいいですね、多分ここやと思います。あ、これちゃいますかね。わ、ええ感じ、ええ雰囲気ですね。ここです。西成チャンネル、はい、ということで千代の湯さん入ってまいりました。そしてありがとうございます。なんと、こちら千代の湯の店主さんの、はい、ガワさん、はい、ありがとうございます。ちょっとね毎回ねオンラインのイベントで、はい、イベント、はい、僕が普通にお客さんで参加して、いやありがとうございます。ちょっとね投げていただきまして、はい、やっと来れました。いやわざわざ来ていただいて、はい、本当にありがとうございます、はい、ほんまにストロングスタイルの銭湯ですよね、はい、かなり厚めの厚めのお湯で、はい、水風呂なしでなしです。でもこの銭湯愛がすごく伝わりました。いやありがとうございます。細かいとこまでしてもらって、はい、また来させてもらいます。東京駅からも結構2駅ぐらいでね、はい、もう2駅で来れるんで、最寄りの奥っていう駅に、はい、激渋銭湯でございますので、はい、厚お湯とあの何のあれでして、ね、トゴールの湯がありまして、はい、ぜひぜひ来てください。東京のご先輩をぜひ来てください。最高の戦闘旅でございました。はい、ありがとうございます。では、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、戦闘を愛している店主さんで、ほんまに、お風呂ブクブクの厚めのお風呂と、こう、エステバスがあって、座りながらエステできるバスがあって、それともう一つ、トゴールの湯っていう、ええ感じに、こう、輸出をするシステムがあるお風呂と、この二種類というね、ストロングスタイルなんですけども。これがね、渋いんですよ。奥のモザイク絵っていうんですかね、タイル絵っていうんですか、そこがね、すごいアーティスティックで、岩がこう、岩も本格的な感じであって、すごいですよ。こういうね、渋い銭湯もね、あって、こういうとこ来るのもね、気持ち高まるんですよ。で、こっから、奥、オグっていう駅、奥っていうんかな。オグっていう駅から2駅で東京駅帰れるので、一旦東京駅に戻ってホテルに帰りたいと思います。こちらオグという駅でございます。見てください。結構広大な土地が広がって、ここから13分ぐらいで東京に帰れます。そろそろ1日が終わろうとしております。今日もびしょびしょになって、魚と化しております。魚もだいぶ深海魚ですね。こんだけ濡れたら。今日は6個の銭湯行きましたから、最新鋭の銭湯から激渋銭湯まで、いろいろ入りまして、全部良かったです。もうほんまに全部いいんです。最高でございました。いろんなこと知れて良かったです。ほんまに。西成チャンネル！東京駅すぐ着きましたね。ホテルはここから近いんですけども、なんかある方が、この辺におるっていうことなんで、ちょっと、あ、いました、いました。いました、いました。いました、いました。あれ？ジャーピンやん。あれ？最近おらんな思ったら。はい。こんなとこおった。先回りしてましたよ。いかわりくん。東京で。前の家一緒に住んでた。だがピンケリ。いやー。急に東京駅に現れた。お久しぶり。なんもないやろ、ここ来ても。いや、ガオリーがおる言うから来たんや。あ、そうなんや。なんもないけど。まあまあまあ。久しぶりや。再会ということで。まあまあ、達者にしてるよ。はい。東京駅じゃん、これ。八重洲口じゃん。いやいや、急にその関東弁流んでええねん。あっちじゃん。え、今日、プロ何回入ったんですか？今日6発。いや、もう、マジで、6発入ったらわかるぐらい、なんか清潔感出てますよ。あ、ほんま？だって、魚、ちょっとした魚より濡れてる。なんか若返った感じしますもん。ちょっとした魚より濡れてるからな。ねえ、ちょっとした魚じゃない？
もうちょっとエラ呼吸入ってるから。亀ぐらい、亀よりかは余裕で。亀とかザリガニとか、いや余裕よりは濡れてるかもしれない。濡れてる。東京駅バリかっこいい。ベタにテンション上がりますな。やっぱ東京は都会ですわ。品川とか親近感あったけど、これ東京は萎縮するわ。ここに来て土壇場で雨降ってきて、まだ俺を濡らそうっていう。あんだけ濡れてきて。でも最後ホテル着くぐらいギリギリで濡れれて。おい濡れ。濡れたいわけちゃうでしょ。あったかいぞ。寄り付かりがいっちゃうんですか。雨ですな。あ、中山さん。あ、中山さん。嬉しい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 。中山女子短期大学さんと、モッチと東京では、はい、ちょっと今日こちらでね、みんな前乗りということで、いやー、前乗りや、はい、嬉しいですね、嬉しい、あのメンツでここはおもろいですね、ここのメンツでここはおもろい、なんとか東京到着ということで、西成チャンネル、おー、ええ部屋やね、めっちゃええ部屋や、ええ部屋やし、なんか、ええ人おる。めっちゃいい部屋な、スクエアって。ぐっすり寝れそう。ちょっと明日の練習ちょっとだけしときます。いらんよ。練習もできたんで。ちょっとゆっくりしたいと思いまーす。まだおにぎり余ってたんで。この時間食べるあれなんですけど、余してもあれなんで。最後、塩おにぎり。もう一日中うろうろしたから、形むちゃくちゃですけど。うまっ。眠いんでサクッと寝ます。西成チャンネル。おいっすおいっす。お疲れさん。さっきありがとう。毎度です。いや今日ありがとうな、めっちゃよかったわ。ちょっと寝てたんやけど。ちょっと寝てたんかい。寝てたんかい。え、ちょっとテンション上がって、ま、テンション上がって、テンション上がって起きてもうて。うん、え？うん、テンション上がって起きてもうたから。え、会話なってる？え、あら、かわいって、え、会話なってへんけど、ゴールは一緒やよ。そうやな。うん、うん、そう、あの、会話なってへんけど、俺らゴールは一緒やから。そうやな。そう、だから今のこの会話のゴールは、せーの、よかった。まあまあまあ、エビチリチャーハンうまかったから、意外と忘れられる味なんだ。あの、旗の台、またあのレバニラとかうまい言うてたもんな。旗の台が今熱いね。明日は何時から？明日は、まあ、結構早起きやね。あ、あ、かましてこい。な、バチかましてこい。ええわ、その、やんちゃな地元のやつ。え？まあまあまあ。こちらこそ。これ寝れそうや、これでぐっすり。あ、ほんまに？あ、よかった、経験やんじゃ。おやすみ。うん、ほな、網浜も、はい、また明日、また何かあったら連絡して、はいはい。おやすみ。ええ感じで寝れそうですね。寝たいと思います。よいしょ。ああ、おやすみ。西成チャンネル！さっきありがとう。パチパチー。さっきありがとう。ちょっといや寝ようと思ったけど、ちょっと。寂しかった？大丈夫？いや、わからん。寝れる？うん。寝れると思う。あ、ほんま。怖かったら言ってきて、また。うん。うん。もっちゃん、もっちゃん寝れそう？そうやな。今からどん兵衛は食べるけど、とりあえず。あ、そうなんだよ。この時間に行くね。足りるかなと思ってる、正直。巨人もっち。ホットスナックの時間ないかな？いや、あるか、そんな。じゃあ寝まいすぎ。もっちが、うん。が食べてるのを想像したら寝れそうやわ。ほんま、起こしました。よいしょ。西成、西成、西成チャンネル。